ちょっと、よくわからないな。なんかデータ届いた。これ、怖いな、見るの。見るの怖いんだけど、みんな一緒に見ますか？ひれおくんからあるデータが届きました。ちょっと一人で見るの怖いので一緒に見てください。いきます。皆さん、こんにちは。ひれおさんチャンネルです。ひれおさんだ。今日は僕からうなちゃんに言いたいことがあって録画を回しています。皆さんはこちらの動画を見ましたか？俺の仮想、俺じゃない、ひれおくんがもう何本か出ているようですが、僕はこれに対して言いたいことがたくさんあります。何まず最初に、この下手くそな僕の顔は何なんだっていうことです。下手かな、うまいけどな。僕はこんなに変な顔はしていません。鼻水も垂らしていません。そもそもひれおだよで、なんか変なポーズして、これね、なんかちょっと何なんですかね、あれは。なんかめっちゃ言うやん。怒っとるやん。僕はうなやぎさんより賢いので、ひれおだよなんてやりません。今回、不器用なうなぎさんのために、賢くて優秀な僕が自分の顔の面を作ってうなぎさんに差し入れをしました。マジ？それがこちらです。これは厚紙と画用紙をハサミでチョキチョキして作りました。ちゃんと目が見えるように穴を開けました。ありがとう。俺の見えなかったんだよね。ついでにフェルトを買ったので、フェルトで僕の顔のマスコットを作りました。上手に作ることができました。すごいわ。なんか俺ん家にさ、データと一緒に届いたものがあって、多分これなんですよね。これこれちょっと見ます。ひりおくんのさ、お面って言っちゃう、あれか、顔が支給されたよ。え、すごい、うまい。見て、うまくない？ひりおくん才能。おー、うまい。やるね。しかも目が開いてるから見えるよ。つけてみるか。よし、ひりおに変身。あ、ちゃんと動く。すごい。見て、これも届きました。すごない？ひりおの手、俺バッティンググローブつけてたのに、ひりおなっちゃった。マジでひりおなっちゃった。ひりおだよ。これ嫌がってたな。ひりおだよ。これすげえ嫌がってたから今度からもやろう。すごーい。ありがとう、ひりおくん。お、すごいわ、普通に。よかった。ということで、なんかひりおくん実況もしたみたいなので、よかったらそちらも見てあげてください。どうぞ。皆さん、こんにちは。ひれおさんチャンネルです。今日は久しぶりに実況動画を撮っています。相変わらず、僕は喋ることが苦手なので、後撮り実況となっています。いつもと違うことといえば、前までは動画を2倍速でお送りしていましたが、今回は3倍速となっています。いつもより早くお送りしています。みんなは僕が作った、お面、見てくれましたか？結構上手に作れたと思うんですけど、よかったらコメント欄に感想を書いてもらえると嬉しいです。みんなもよかったら作ってみてください。最近の近況報告をすると、僕の乗っ取り活動が順調に進んでいます。最近では Twitter アカウントの作成に
成功しました。実はうなぎさんにもツイッターのアカウントはバレていますが、もしよかったらみんなもツイッターのフォローよろしくお願いします。これからも応援してもらえるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。以上、ひでおさんチャンネルでした。